こんにちは、大塚です。今回は髪の毛の保湿ですね。保湿についてちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども、保湿のタイミングが結構大事で、できれば一番最後が僕はいいと思います。保湿乾かした後、もしくはアイロン使用後が望ましいかなと思います。髪の毛って乾熱に強くて湿熱に弱いんですね。なので熱を使う前に、保湿っていうのはそんなに必要ないんじゃないかなと考えてます。で、そうですね、保湿も必ずしも必要とは言い切れないです。で、まあ、必要、なぜ必要なのかっていうところなんですけど、僕が必要と感じるのは冬場ですね。乾燥する時期、やっぱりこう静電気であったりとか、まあ起こりやすくなってしまう乾燥であったりとか、パサつきやすい、そういった時にまあ保湿っていうのはまあ多少なりとも有用なのかなと考えてます。あんまりお勧めすることないんですけどね。なんで必ずしも必要ではないんですけれども、保湿によってまとまるんであれば、そういったものを利用使用してですね、まとめるっていうのがまあいいのかな。確実にいらないのは、糖類ですね。セルロースとかそういったものは僕は確実にいらないかなと思ってます。まあ基本的に保湿成分って糖質が多く使われたりするんで、あんまり、まあそこが僕はあんまりお勧めしない理由でもあるんですけども、保湿するには、必ずしもそのヒアルロン酸とかそういったものを使う必要ってもうないと思うんですよね。なんで、まあそのあたりもまあ担当の美容師さんとですね、ご相談いただいて、まあこの髪には保湿が必要なのかそうでないのかっていうところ、しっかり相談しながらやっていくと、より、きれいに、保てるんじゃないかなと思います。まあ、基本的にドライヤーでパサパサしてしまうっていうのは、まあ、テクニックの問題にもなってくるんで、まあ、ご自宅でされる際ですね、まあ、そういった考え方もあるなぐらいに取っていただければと思います。はい、のところですかね。気になることとか何かあったら、ぜひコメント欄に行ってですね、ご相談いただけると嬉しいです。はい。まあ保湿すると、まあすごくこう髪の毛もうるっとした感じというか、艶やかに仕上がるんで、すごく仕上がりとしてはいいんですけれども、やっぱりこう髪の毛の透過とかそういったところがまあちょっと懸念されるかなと思うんで、僕は強く勧めたりはあまりしてないです。はい、あくまで僕主観の意見なんでね。はい、まあそんなところです。まあ、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタグラムもやってますんで、ぜひそちらもご覧になってください。ありがとうございました。